なんか日光するみたいな。座るんですかね。どうも。こんにちは。安藤忠夫と言いますが、有識者会議に出なかったから、なんかすべて安藤さんの責任やというのはちょっと私はわからないなと思っておりましたのは、有識者会議でご存知のように何十人もいるんですね。で、私は実はその日同じ時間に講演会が大阪でありましたので、大阪でやってくれと言うたら、有識者会議は東京しかいかんと。私、大阪でもよかったんじゃないかと思いましたけれども、出れませんので欠席いたしましたところ、大体皆さん方の問題は意見は大体分かりますので、一回なんかもしお聞きしたいことがあったら言うていただいた方が、先に聞いた方がいいんじゃないですか。どうですか。こんだけ写真撮らんとまず聞いてくださいよ。どう、何か聞きたいことあったら手を挙げて、どう、大きな声でね。 OK、 どうぞ。すいません、はい、ニコニコ動画の七尾と申します。はい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 。何点かあるんですが、まずですね、早く言ってくださいね、時間ないから。わかりました。今後ですね、その生活の縮小案とかですね、はいはい、アーチをやめた方がいいとか、はいはい、あるいはもうコンペ自体を見直した方がいいという意見も出ておりますが、はい、審査委員長としてそれはどう感じていますか。はい、わかりました。はいはいはい。もう一つありませんかね。あ、お一人一問でお願いいたします。いいですか。はい、どうぞ。お嬢さん。テレビ東京の森本と申します。はい、今先日あたりから政府が見直しを検討しているというようなニュースも出てるんですけれども、もしそうなった場合、安藤さんが一番いいと思う案というのは、どういうふうに進めていくのが一番ベストというふうに今お考えなのかというのをお聞かせください。これからなんですね。はい、はい、わかりました。ありますか。はい、どうぞ。大きな声で言うとはよ。大阪来たらホッとするわ俺。ですね、よろしくお願いします。はい、どうぞ。安藤さん、ここまでの一連の報道をどのようにご覧になっていたのかというのをお聞かせいただきたいと思います。はいはい、あと、安藤さんの地元大阪、関西もですね、今やもう最大の関心事となっております。関西の皆さんに何かメッセージがあれば一言お願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。関西言うような場合ちゃうやろ今は。すいません、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。公文社の林と申します。先日弊社からザハ・ハディッドの事務所に連絡をしたところ、はい、東京での工事の費用、それからスケジュールの変動は受け入れる予定ですという回答が弊社にはもたらしております。それと同時に今日安藤さんの方から配られたこの紙には、さらなる説明が求められていると思いますというふうにお書きになっているんですけれども、どちらのアプローチが遅れているのか、どちら、安藤さんの方からの質問が遅れているのか、それともザハの方がこちらに回答が遅れているのか、その辺を教えてください。そして今後どのように進めていくのかも教えていただければと思います。はい、どうぞ。はい、わかりました。最後にしましょうか。はい、はい、どうぞ。真相報道版記者の柿原と申します。日本テレビの柿原と申します。コンペの際に、応募作品、1300億円っていう、規定があったと思うんですけれども、専門家の目から見たらザ・ハーンは1300億円で収まらないっていうのは、どの専門家が見ても明らかだっていうのは皆さんおっしゃってるんですが、あの時点でそれは把握していらっしゃったのかっていうのをちょっと伺いたいなと思います。まずここまでで、まず言うて、またあと時間があればやるのでいいですか。いいですか。はい。まず私が有識者会欠席したのが申し訳ないと思ってますが、私も大阪にいるというのがありました。で、体調も良くなかったと。で、去年も大手術しまして。膵臓と脾臓全部取りまして、全摘で安藤さんそんな移動できるのと、膵臓全部取れて大体死ぬんですね。で、今よう生きてるなと思ってますけどね。で、そういうことがあったりして、なかなか東京に来れなかったということはあります。で同時にその日は同時に講演会があったということがあって出なかったんですが、これは申し訳ないと思っています。同時に今コンペの今後の前にちょっとあれ持ってきてくれますかね、パネルを。どうもどっかで誤解が生じています。私たちが頼まれたのはデザイン審査会というのはですね、デザイン案の選定までここまでなんですね。ここまで。これで終わりなんですね。でここで基本設計の段階でザハさん、あずささん、日本設計、日建設計で外国のアロッポという事務所が基本設計をします。で我々にはこれから選定委員会の先生方にはもし必要ならばアドバイスをここからいただくということになっておりました。で我々はここで終わりなんですね。ここで終わりですよとこうくれぐれも終わりですよ言われてたわけですよ。だけどここから来るいわゆるアイデアに対するこんな問題あるけどどうだろうと調整できないけどどうだろうということについてはお答えすることになっておりましたけども、一切質問はありませんでした。そこで問題はここでご存知のようにまずここから戻りますと1300億円で今誰かありましたよね、1300億円でいけるのかどうかという話がありましたが、全部の設計者に値段も出してもらっています。でこれはアイデアですからこんな形をするでとこういう形の中での1300億なんですね。で私たちが今例えば3000万の家を作るとすると基本設計できてたけど大体そういう段階でいや安藤さん3700万かかるなという時にこの間に調整します。3700万を戻してきて3200万にならんかなでここに家建てた方もいられると思うんですが、そういうふうに調整しながらできるだけ自分たちの予算に持っていきます。これは普通なんですね。で10億ぐらい建物作って大体11億12億になりおるんですよ。でそれを調整していきながら10億に近づけるんです。でここで1300億が出たんですが、これから相当時間が経っていますからと思ってたんですが、我々のところに1625億とこれがあんまりメディアに出ないんですね。1625億というのが聞こえてきました。聞こえてきたというわけであって我々に教えてもらったわけではないんです。なぜならば我々ここまでですから。ほんで今ここまでの人間がこれの値段が高いでここ安藤さん責任なすりついたらええんじゃないかと思ってますが、我々選んだ責任はあります。飛んできとるでしょ、こっちこれ飛んでこっち来とるわけですね。そして今1625億で行こうかと思ってこれで先ほどの話で言うと、物価の上昇等もあったら1700億800億になるんじゃないかと思っておりました。全然2520億になってその間皆さん方も一緒で私も一緒なんですよね。2520億私も聞きたい。ほんで私ももっと下がらないか聞きたい。どっか下がるとこないのと、もっとあるでしょうと私も聞きたいわけですよ。ほんで私聞いても何も言うてくれないからね、それだけかかります。ほんで私のとこに2520億安藤さんが決めたみたいな、私総理大臣じゃないですからね、どっか来るぞるぞと思われません？どうですか？思いません？ほんで私は2520億下がるんじゃないかなというのは私は国民として一人の国民としてやっぱりなんとかならんかなと思いました。でそこで今この段階でどうするかというのがありますが、その次の段階としてザハさんを選びザハさんの人間を選んでるわけですから、国際協約としてはこれはこの方を外すわけにはいきません。でもう一つ、2016年のオリンピックのいわゆるプランも我々ちょっと参加しておりました。負けました。ご存知のように負けました。だからできれば2020年勝ってほしいなという気持ちがありましたので、皆さん方のところに行ってるんではないかと思いますが、ザッハさんの案内もう非常にダイナミックです。で、流線形で斬新なデザインでした。何よりもシンボリックでした。勝ってほしいなという気持ちの一部が案を選んだのかも分かりませんが、それで2020年のオリンピックの時にいわゆるブラジルでみんなが持っていかれた時にかなりインパクトがあったのではないかなということを考えますと、スポーツ振興センターの方々もいますけれども、みんながやっぱり案を選び、国が選び、そして持っていかれるんじゃないかということを含めて言いますと、ザッハさんの案をこれからどういうふうに先ほどこれからどうするんだという話がありましたけれども、私の言えることはここまでなんですけれども、一人の人間として言えることは、できたらザッハさんのアイデア残しておいてほしいなと。だけど値段が全然合いませんから、どうするのかということはやっぱり日建設計、日本設計、アロップ、あずさ、日原設計事務所がありますから、徹底的に討論をして、どういうふうな形で決着するか分かりませんけれども、徹底的にでそれを公に公開しながらやらないかのではないかと私は思うんです。でこんだけたくさんの情報の方がいるわけですから、その方たちと共に情報を共有しながら、もちろん中間で一つしゃべってややこしいでしょうけども、やっていかないかのではないかというようなことを考えておりまして、まずその1300億というのは初めはもちろん条件でありましたから、大体条件を合わそうとしてみんな値段が入ってますが、私も1300億円どうかなと思っておりましたけど、私はこんな大きなもん作ったことありませんからね。いるんだなぐらいしか思ってなかった。すごいなと思いましたけども、それが1625億ならばというふうなことを考えます。片っぽで世界中の人たちが見る芸術性豊かなもんです。で芸術というものであるというところとスポーツというものがうまく重なって、この難しい建築工事を日本ならできると私は思いました。多分世界中であれだけの建築ができるところはないんじゃないかというふうな気がしますが、できるんじゃないかと。スケジュールがいりますね。品質がいります。で一番重要なコストがいります。それを合わせて4社の設計事務所でやっていただけるんではないかという期待をしておりました。でこの間私たちには何の連絡もありませんから、どうしようもありません。でもう一つ、8万人多いという人おりません？8万人多い人おりません？8万人多いでしょ。8万人はもうオリンピックで決まっとるんですよ。だからもうどうしようもない。でもう一つ、仙台側の場所でいいのかって、これも決まっとるんですよ。あそこしかない。であそこなら交通も行ける、全体的にも行けるという判断のもとに、あそこの場所で8万人ということが決まってたんですけれども、我々審査委員は相当たくさんいます。もう非常にみんなよりも何十人もいるわけですけれども、その審査委員の人たちも私もそうなんですけれども、引き受けました。断ることはもちろんできます。こんなところでは無理だと。その時に私たちはやっぱり買ってほしいな、自分たちがそれにちょっと参画して役に立て、日本の人たちに役に立てばいいなというつもりで参加をさせてもらいました。そこが間違いだと、あそこでやるのが間違いだという人もいますけれども、私たちはそれ以外の選択肢はなかったんです。でそこでスタートしたもんですから、8万人と場所という中で、例えば景観の問題が出ました。で交通の問題も出ました。周囲の環境の問題も出ました。これをここでやらないかんわけで、基本設計いうやつで調整をもうちょっと低くしようかと。例えば低くすると、今度はだんだん低くするとできないことはないけども、今度土が多く出て残土が処分できないとかいろいろあってストップしてますが、そういうことも含めて材料の問題から工法の問題も、先ほどアーチの話がありました。アーチちょっと今河野さんと話してたらちょっと話が私の話とずれてたんですが、アーチが700億いるというのを我々新聞で見たわけですね。じゃないともっと300億だという人もいるし、だけど考えてみましたら1625億の時にもアーチあったんですよ。急にアーチが出てきたんかというわけにはいきませんので、後で出てきたんです。分かるでしょ。後で出てきて、なんで後で出てきた、初めからあったんですよ。そのことを考えるとやっぱりもう一回調整がいるんじゃないかというふうに考えて、私がもしお願いできる、ここまでですからお願いできるということですよね。国民の一人として、都民の一人、皆さんと一緒の気持ちで調整できませんかという話は、まあできると、調整してほしいなというふうな気がいたしますが、そういう面では、その日本の技術、日本人の総力を挙げて、ゼネコンもですね、思い切ってですね、もう金の儲からんでも日本の国のためだと。言ってもらわないと、それがやっぱり日本の国のゼネコンのプライドなんではないかなと思ったりするんですね。だからゼネコンの人たちもこれは儲かるからどんどん行こうという話に、これは儲からなくても日本の国のために、日本の誇りのために頑張ると言うていただくと、私は結構値段うまくいくんじゃないかと思ってますが、ただここまでは追ってこないでしょうね。そういうようなことを考えております。そしてもう一つ、報道の人たちの関心、私、大阪からやってきたんで、先ほど大阪の方がインタビューありましたけれども、やっぱり日本中の人たちのオリンピックなんです。もちろん東京のオリンピックであるけれども、国のオリンピックなんです。そして、多くの人たちの関心はやっぱり今、お金ですよね。で、お金をどうするかということを含めて、今回、これからどういう案になるかということは、やっぱり世界に、協力してやっぱりザ・ハディッドさんを選んだわけですから、この方とのいわゆる協調の中でうまく下げていただくといいなというふうなことを今考えています。いいですか、今までのやつは大体話したような気がしますが、あとはありましたらどうぞ。選んでいただけたらどなたでも結構ですよ。じゃあどうぞ。手前の方。はい、どうぞ。はいはい。NHK の佐藤と申します。はいはい、他の審査委員の方々の取材をしますと、当時の議論について、コストの議論についてはほとんど行われていなかったという認識を持つ方がほとんどだったんですけども、改めて安野さんはそのあたりコストの議論についてはどのような十分だったというふうにお考えでしょうか。実際にはですね、このアイデアのコンペなんですね。アイデアのコンペ、こんな形でこんな形でいいなというコンペなもんですから、徹底的なコストの議論にはなってないと思いますよ。なぜならばそれほど図面がきっちりあるわけじゃないですからね。そういうふうに私は思っています。いいですか。はい、どうぞ。では一番真ん中の、女性の。安野さん、読売新聞の結城と申します。はい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 。我々が買い物をするときは、はい、そのもののもちろん値段の高もそうなんですが、それがどういう価値を持つかを考えて決めます。バランスの上で安野さんはこのデザインを選ばれたときに、これがどのようなスポーツ、それから建築としてのレガシーを残してほしいと思われて選ばれたのか。それからもう一点、この有識者会議、ごめんなさい、審査委員会の時も審査の最中の時も、この技術が非常にチャレンジングだったというふうに紙に書いていらっしゃいます。はいはい、どのあたりが安藤さんの目からご覧になってチャレンジだったのかと教えてください。レガシーというよりもともかくですね、日本がこの時期にこれを作ったんだとぐらいの気持ちで選べるものがいいんじゃないかと思って、私一人の意見じゃないですけども、そういうふうに思いました。それでもう一つ、かなり形態的に個性がありますが、今時代はコンピューターの時代ですので、この時代にしかできない建築ってあると思うんです。1964年のオリンピックの時代とは違いまして、コンピューターで徹底的に解析することによって出来上がる美しい建築ってあるだろうというふうに私は思っていました。でそこで、これを選ばせていただいたわけですけども、あの時代にあの建物ができたということがいいのではないかというようなことがほとんどの先生方の意見でありまして、実際にはですね、最後の方には割れてたんですよね。同時に審査員の中で外国のノーマン・オスターという人とロジャースという人がいるんです。大変国際的に有名な方ですが、その人は審査してないじゃないかという意見がありますが、実際にはみんなで1日かけてニューヨークのノーマン・ホスターさんと、それからロジャースさんと徹底的に打ち合わせして、俺はこれだという意見を聞いていますし、最終日の日にもちゃんと電話でやり取りをいたしまして、こういう流れなんだけれどもどうなんだという話もしておりますから、メディアの中には全然聞いてないというのかな、じゃないかというのがありましたが、実際にはそうではなく、彼らもこれに賛同をしておりました。いいですか。時間を超えておりますので、最後の一問をさせていただきます。それでは手前の男性の方でお願いします。弁護士.comニュースの山下と申します。本日配布された資料に、2019年のラグビーワールドカップを見据えたタイトなスケジュールが求められたというふうに書かれていますが、ラグビー界に影響力があってですね、東京五輪組織委員会の会長を務めておられる森喜朗会長の影響力はどれくらいあったのかということとですね、新国立競技場のことをですね、森喜朗記念競技場だとか、森喜朗古墳とかいった呼び名が世間から出ていることについて、どう思われるかというのを伺いたいと思います。2019年のラグビー、それから20年のオリンピックというときに、まずはオリンピックのことで考えていました。で、19年のラグビーも知っておりました。そしてネーミングについては私は近頃時々なんかあちこちから聞こえてきますが、その当時は全然そういうことは聞こえていません。そしてよく考えてみると、もしできるのならばオリンピックもラグビーも両方できた方がいいんじゃないかと思ってます。そしてそれが問題になるということがどうかというのは私は分かりませんが、両方あった方がいいと思っています。はい、いいですか。いいでしょう。いっぱい来るからもう同時に言うたらどうやのもう。じゃあ本当最後の一問とさせていただきます。はい、お任せしますよ。それではこちらのラインの橋本さん、言うだろうと。男性の方、はい、そちら。はい、どうぞ。最後です。はい、いや最後でもなんぼでもいいですよ。はい、どうぞ。よろしくお願いします。ビデオニュースの神保と言います。審査委員会の委員長としてですね、その審査委員会が選んだ、デザインで、作ろうとしたら、2520億円、最低でもかかるということが分かった今、審査委員長として、デザインを、見直してもいいんじゃないか、見直す必要があるんじゃないかというのを考えるかどうかお願いします。先ほど話しましたよね、1625億話しましたよね。でこの値段があんまり出てないんで、基本設計が1625億で2520億っていうのは現在ですよね。で私は2520億聞いた時、と思いましたよ、本当と。だからやっぱりこれは調整しないかんでしょう。でそれがいわゆる国民の人たちの気持ちじゃないですか。何考えとんねという時に、私はやっぱり徹底的に4つのチームがあります。ザッハさんもいます。みんなで徹底的に討論をして、そのスケジュールのことがあります、コストのことがありますが、やっぱりそうすべきでしょうね。それはやっぱり審査委員が委員長というよりは、一人のいわゆる国民としてそういうふうに思います。いいですか。はいどうぞ。はいどうぞ。もう最後ですか。はい。すみません、週刊金曜日の取材します長尾と申します。このお金の問題とですね、大きさの問題って関連していると思うんですけれども、そのザハさんの案を選ばれたときにですね、競技場本体ではないんですが、その関連敷地の公園などとしてですね、近くの都営霞ヶ丘アパートをですねの退去を求めるというふうなことがありまして、でそれについてどう思われるかということと、そこに今住民の方がまだ130世帯ぐらい住んでるんですが、高齢化されてですね、皆さんやっぱふるさとだと思っていて出ていきたくないとおっしゃってるんですが、そのことについてどう思われるかということをお聞かせください。大きいです。建物は大きいです。8万人入るとこれぐらい大きいんですね。でもう一つ、今言われたように周辺環境との問題があります。でこれを基本性アイデアのコンペを決めた後で徹底的にやっていかないかんのです。でその中でもちろん問題がないものはないんです。そんなにスムーズに全部いくというわけにはいかないと思いますけども、それをお互いにそれができることによって、まあ自分たちも納得できるという人たちがいると思いますので、徹底的に話し合わないかんと。今話し合ってるかどうかいうのも我々は分かってないわけですよ。でそういう中でこれからオープンにやりながら、オープンにいわゆる公開しながらやられた方がいいんじゃないかと。JSC と住民の方が話し合った方がいいという考えですか。ちょっとこの辺りがね、 JSC なのかちょっと私が分からないんですけれども、どっちにしても主体がやらないしょうがないですね。主体がで、これは同時に東京都も入っているでしょう、で国も入っているでしょう、 JSC も入ってますが、みんなでやっていかないかんのではないかと私は思いますが、もう最後に一つだけで終わりたいと思いますが、どうぞどうぞ、どこでもどうぞ、はい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 。何度もすいません。はい、短く。先言うたやんか。あ、すいません。もういいわ。一個だけ。後ろの方。二回同じの人いても面白ないやん。はい、次。あきさんについてお願いします。はいはい。はい。ちょっと最後こっちいいですか。それを最後にしましょうか。毎日放送の田淵と申します。下村文部科学大臣をはじめいろんな方がなんか今この国のリーダーシップは誰が取ってんのかと思ってるところがあると思うんですが、先生、安藤さんはいかが思われますか。まあはっきり言うと、家族でリーダーシップはお父さんなのかお母さんなのか子供なのかわからないですよね。これが日本の国の中小企業でも社長がトップなのか誰が分からないのか、これやっぱりリーダーシップいりますね。リーダーが強い思いと強い力と強い知的能力を持って引っ張っていかなければなりませんので、これで言うとリーダーはどなたかな、文部大臣なのかなと思ったり総理大臣なのかなと思ったりしますが、私は決められるわけにはいきませんけども、リーダーがいります。で先ほど最後にいいですか、もういいですか、はい、いいですか最後で、はい、磯崎さんという建築の大家と、それから牧文子さんという大変有名な建築家がおられますが、牧先生が前から景観が悪いと言っておられます。そしてこのところはコストが悪いと、それから稼働にしろと、こういうことをいろいろ言うておられます。でそれはいわゆるこちらのチームとしては、基本設計のチームとしてはどう受け止めるかいうのは聞いてもらわないかんです。で多分聞いてると思いますよ。そこには我々は参加できてないわけですよ。もう審査で終わりですからね。でもう一つ、磯崎さんはこういうふうに言っておられます。ザッハを選んだと同時に案を選んだと。だけどザッハを選んだと。絶対にいわゆる国際協約から言ってその人を外すわけにはいかない。そのことをしっかりと踏まえて考えろと言っておられます。私もそう思います。全くそう思います。ここは重要なところです。でそれでないと日本の国際的信用がなくなります。で私はその点について磯崎さんの意見を大変尊重したいと思っております。で牧先生については大変頑張っておられると、最後までよく頑張っておられると、すごいなと私は思いますが、私たちにそういうエネルギーがあるかどうかということも考えねばならないと思っています。いいですか。はい、お時間とさせていただきます。なお、この後ご希望であれば囲みを会見の内容についてお答えできる範囲で、手前ども理事の木澤がこの場でお受けさせていただきます。安藤先生はご退席になられます。これをもちまして本日の会見終了させていただきます。どうもありがとうございます。ご多忙の中ありがとうございました。